はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 とということで今回も「ジャジャジャンストーンズライブ映像フィールダーシティ」をですね見させていただきながら私が思うままに勝手にお話をしていく動画でございますけれどももうねあっという間に1本で3曲で2本目で2曲でその次2曲そして前回3曲もう10曲見ましたか。本当にね濃い濃いです。 で一、まあ、曲ずつが結構ストーンの楽曲って短めなのが多いのでなんかもうタんだんだんとこうテンポもいい感じがすごいしますけど今日はえ前回真っ赤な嘘が終わったところでえ止めたんでないわ前回それでオッズまで戻ったんですねでちょっと待ってくださいピンピンえーラーダー行って真っ赤な嘘行ってで真っ赤な嘘終わったところの 次のチャプターから少し巻き戻しをして、ね、手前でこう、見逃してしまうところがあってはいけませんので、あこれ真っ赤な嘘がここに出てきましたね。ちょっと待ってください。こんなのね、撮る前に先にやっときようって話ですよね。はい。あ真っ赤な嘘始まっちゃいました。ちょっと待ちください、皆さんね。す、え、べ、ー、てリアルに私が思うままにえやらせていただいておりますけども。え、今どこ行ったあ真っ赤な嘘で最後そうだね。ここだ。ちょっとマイク触っちゃった、今。 で一瞬でパッと2人が目を合わせたところではい止めましたじゃあ今日はこの続きで曲見ると共鳴きましたこんなんもうライブでやったら絶対盛り上がる曲ですもんねその冒頭の方にありましたらまあロージーもそうですけどもこういう曲がねちょこちょこシングルとしてあるっていうのも非常にかっこいいなと思いますけどもさあ真っ赤な嘘が終わったところ分数で言うと今は「 えー、38分29秒のところで一旦一時停止になっておりますので全言えてない一時,停だって一時停止になっておりますのでそこから続き見てみたいと思います共鳴、えー、の後 LoveYou」Love you と「You&IWIPTHAT」と続いていきますけど何曲いけるかその時の気分次第いってみましょう再生ポンさあ今真っ赤な噂終わって皆さんの温かい拍手が聞こえてきて「おっ足音カツ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  ジュリ君じゃないですかこれ歩いてる通路のとこで一回立ち止まりましたパチッスポットライト浴びてショ風の音がなんか聞こえてますよそしていなくなりました横にずれて今度は大我君がうん映ってかっこいいですねうわちょっとこの辺を手の甲で触るだけでもう絵になるって素晴らしいですね さあ今度はまたみんなが歩いてきてーンピーン6人が映し出されました。ピンピンピン。マブサディサルシャー流し目大河君。わっここでちょっと一瞬シワが寄ってさあ火花が散っております。ヘイ <Hey! S 1> 真ん中に6人揃って。This is so.Give me the power! ジェシーくんかっこいい。Hero the rattle rattle sunshine.It's half time. すごいね。北斗君の首。かっこいい。Okay, let's get time.Talk me to see ジュシル君、ジュル君。How、oh、yeah?Honestly? 北斗君、きっかけは誰だ声だ。僕らには。コーチらこ,ここの手かっこいいね、大河君の。歌ってない、マイク持ってない方の手かっこいい。Thunder side, I face you see. さあ北斗君。 ト,トルカスキョウいいね、タイガー君なんたって笑ってるのにああ、それでもやってしまった夢と誇りこれが運命でお客さん映ってますけど、この時はまだこの楽曲は発売されてないですよねさめなんてああ、変わりなんていない 僕らやきを切り裂くやのごとく今かっこいいね女子シ君ごとくかけー北斗くんのいい声の響きほ、えー、お切り方までかっこいいああいうところですよただ伸ばして切るじゃなくてえっ、ーえー、とね喉にかけてふわらるわーい大河くんどんなくほんときな顔してんの、ね、きぜんとしていられる北斗くん お出てるこれを食っちゃうなーいうまいじゃんかほことこ素晴らしい。あーいい。最終的に。 さん。正気じゃないかもしれないけど、こうやって、とかで、かたつたんいて。しゃしゃれ、ャらキら、すラ、シュレ、はドワ、サイコロ、ワルゲ、コーくん。世界、どこまででも、トコ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 と音が変わる。きょンめモノマくん。あーで、火花立って。立て立って、立ってる。に、北斗、左足上がる。ああ、それでも、上のった夢と、こりどれが、運命で、かっこいい。ちょうどいいところで火花がいなくなりました。 さななるいいいも言えないまた火花出てきました。左側後ろっ左側後ろ側北徳いい声の響き,だけきげ。みんなゆっくりお辞儀をして。うわあそして火花また出た。 6人こう並んでるだけでめちゃくちゃかっこいい。さあ北斗くん。イェーイちょっとオートチューン入ってます。イェーイさあ樹里リベイビー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 ベイ u ーベイビ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 ーベいビーベイビーベイビーベイいーベイーベイビーベイビーベイビーベイイ さあ君ここにちょっとね目にかかってますよ髪の毛がそれをちょっとーりき綺麗に今直しましたね歌いながらジェシー君ごめんさあ真ん中の奥のステージがちょっと突き当たり T 字路のようになっていてねそこにスタンドが6本並んでますみんなメンバーカラーの前に立ちましたよ スタンドにもいっぱいでっかいダイヤモンドみたいなのがいっぱいついて色が綺麗にメンバーカラーになってますそれをね森本君少し触りながらおっきくリズムをとってジェシーもそのスタンドを触りながらジェシー君「ん、北斗君森本君「ワー」

なんかこうね、してみんなこう触れたり見つめたりしてるんですねきっと今のロングトーンよかったジェシー君のもう一回ジェシー君のロングトーン大我君自分の体を少しなぞりながらーーーーーいいね北斗君の体の動きもいいです。 てててててんくんの手でしたジュリくんフォルワースてはは」ー <laughs> いいね「オれをビュート」いや本当にこのねあのセットリストというか楽曲それぞれのこう雰囲気をギャッ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 とこう見てる方ですねもうなんちゅうの急カーブ急カーブみたいな感じにして。

で一人一人今度ね打って変わってその多分このマイクスタンドそれぞれのやつを相手と見立ててですねこう少しこうね撫でてみたり寄り添ってみたりみたいなことで本当にさっき共鳴を歌った人たちじゃないみたいにですね表情仕草を変えてこう楽曲を表現していくっていうもうまさにライブだと思いますけど。 いやこういう構成もねなんかやっぱりこうオフショットというかドキュメンタリーみたいなの見るとみんなでねいろいろ意見を出し合いながら作ってる感じですけどあのこういう舞台演出みたいなのも、まあ、今はどうかわかんないですけど昔はライブとかやる時に舞台監督さんという方がもう別にねプロの方がいてこういう楽曲の構成でここで MC 入れてとかっていうのを一緒に考えてる人みたいのが、まあ、むしろその人がもういろいろ作ってたみたいな。 時代も、ね、昔は結構あったんですよ特にアイドル系のライブなんていうのはそういうまあ傾向が強かったというのをまあ聞いたことがあります私はそこに現場にもちろんいたわけじゃないですけどでも今もう自分たちでこう、ね、プロデュースしていくというのもまあ当たり前みたいになってきてそうするとそのプロデュース能力みたいなことももちろんね問われてくると思うんですけどまあストーンズに限らずいろんなグループの演出を見ても。 私なんかが、ね、全部曲を知らないで見てても飽きることのないというかね非常にこうバラエティに富んだで曲の流れもいいしっていうのが、まあ、どのグループもすごい考えられてるなと思いますけど中でもこのやっぱストーンズの今の見てる「フィールダーシティは」はより振り幅が大きい感じがちょっと今見ててしますね。うーんいやーすごいわやっぱ表現力が。 はい、そしてさっき「共鳴」を歌ってる時にちらっとお話ししましたけど確かこの当時1月の頭の時には新曲が出るぞみたいな感じだったんじゃないかなだから私はこれライブでこの歌ってるのを見て初めて聞いたと思いますよこの楽曲を共鳴をで忙しい歌だなと思ってまた早口のど出てきたなという感じだったんですよだからお客さんたちもこうね ちょっとこうペンライト振りながらこの曲何だろうみたいな感じがもしかしたらあったかもしれないですけどでも今改めてこうやって聴いてみるともう結構な具合で完成されてますねこれ。なんかね発売前のというかまだこう歌ってる回数が他の今まで歌ってきた曲に比べるとまあ多分少ないんじゃないかなと思うんですけど。 今改めて見ても何かこうういいいいいいしさみたいのががいい意味でないというかすごい仕上っっちゃってますよねうんまあ私は今何回見てもこの楽曲共鳴に関してはいろんなテレビで歌ってるやつもね見させていただきながら解説をさせてもらってますけどいまだ一回もちゃんと歌えたこともありませんし一回もちゃんと歌える気配すらないですけどいやだからね まあ単純な話すごい繰り返し歌を歌いながら歌詞をこう言葉で言いながらまあご本人たちは練習というふうに言うつもりで言ってるかはやってるか分かんないですけど相当やってないとあんな動きながらこのメロディーに歌詞乗っけてはね出てこないと思うんですけどこれを新曲だからまだちょっと慣れてない部分あるんでとかではなくてしっかりこうやってねできた状態でまあ当たり前っちゃ当たり前かもしれないですけどライブでこう披露してくれる。 っていうまあね何度も言いますけどやっぱり決して時間に余裕があるわけはないと思うんですけど皆さんにこう見に来ていただくにあたって中途半端なものをお見せすることはできないというですねなんか6人のこう覚悟みたいなものが改めてこうして「共鳴」という楽曲を知ってみてもですねなんか感じられる気がしていや改めてすごいなと本当に思います。 はいということでこの2局今回はね見させていただいてまた続きどんどん見たいところなんですけどもえ今日はちょっとねこんなところで無理やり止めさせていただきましたのでまた続きは次回ということで皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。